アメリカ合衆国入りのイシューシカゴ出身のブルースギタリスト、シンガー。オーティスラッシュ、アルバート・キングラと同様右利き用に弦を張ったギターを逆に持って弾く左利きのプレイヤーである。そのアグレッシブなプレイは早くから地元シカゴでは注目を集め、ビリー・ブランチサンズ・オブ・ブルース、サン・シールズらのレコーディングに参加するなどして活躍した。1989年、 バレリー・ウェリントンのバンドのギタリストとして初来日。2004年には脳梗塞で倒れたオーティス・ラッシュの来日公演にサポートギタリストとして急遽参加。2000年ブエノスアイレスでレコーディングされたマイネーム・イズ・カルロス・ジョンソンでようやくアルバムデビューを果たす。2002年にはビリー・ブランチの新作にフィーチャーされる。ビリーとは2004年にデュオ名義で Don't Me s w i ブ The Blues Man も発表。同年、ソロ名義のインドアウトも発表している。2007年には、地元シカゴのクラブでのライブを収録した、ライブ a t BLUES on Halsted がリリースになった。2007年3月、新作リリースに合わせて日本ツアーを行い、京都、名古屋、東京の各会場で演奏を繰り広げた。 これはカルロスにとって3度目の来日であり、ソロアーティストとしては、初めての来日となった。2009年3月再来日、2018年4月には、大阪のブルースバンドオッサカルッツと横浜、名古屋、大阪をツアーしている。ありがとうございます。